を買いました。愛の風と山鉄道高岡駅でこちらで行きます。高岡駅です。高岡駅はとあるキャラクターの聖地巡礼のスポットでございます。今日はそれメインで回っていきたいと思います。今日はこの高岡バージョンの藤子 F 不二雄ミュージアムに行きます。ドラえもんのポスターがたくさんあって全然前に進みません。全国の旅好きの皆さん必見、ドラえもん好き必見。ここで出すと風景印がもらえます。出しちゃったよ。ウィングウィング高岡広場のドラえもんモニュメントです。渡るとこんな感じ。おミストがすごい。ミストが大人気のドラえもんトラムです。ふるさとギャラリーなのでドラえもんの看板で埋め尽くされてございまする。地下道を渡ってその先の道路をくるくるんってすると着きます。外側からもドラえもんです。ふるさとギャラリーまで道を案内してくれてる。しかもおしゃれに、はい、あと 150m で着きます。やっと着きます。もうミカちゃんがあちこち行くからもう夜道がはかどるってどういうこと。藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーに到着しました。美術館と隣同士らしいです。美術館が横にあるんでお庭が美術館って感じですね。今日はもう撮影できるところまで撮影して撮影して撮影したいと思います。たくさんあります。ということで気合い入れて入ってったんですけど中は撮影禁止でした。どういった感じかっていうとすごく小ぶりですごい見やすい。大きすぎてだんだん疲れてくるって感じはなくて500円っていうのもすごくいいよね、うん、そう安いし、あとあの名言がすごい良かったね。痺れました、うん、ということであのまたね違う川崎とは違うね魅力があったんで良かったです。良、ね、かったね。富山名物のドラえもん土産です。ドラムバージョン、逆に川崎に売ってるもの限定のものも一部ありましたけど、ドラえもんギャラリー無事に見終わりましたね。次はトラムで海王丸に向かいたいと思います。ああカイオマル付近までバスで来たわけですがもうちょっとで着きます。 200m カイオマルパークに着きましたでございます。いかりが置いてある。すごい迫力だよ。てか5000キロって5トンじゃん。日本海交流センター通常はやってるんでしょうけどなんか今日は休みみたいですね。カイオマルの中には乗船券買ったんでどちらほや入ってみたいと思います。乗船します。乗船します。うわー高い。登るわけでしょ上に。もう怖いよ。美しい。いいねー。じゃあ順路的に上に行きます。意外に深いね。そうね。すごっ。おーマジなやつですね。レーダー
ボタンを押してください。こっち、すごい出てきた。マグネットコンパス、マグネットコンパス、船の先端ってこうなってるのか。わあすごい、予備の怒りだそうです。予備がすごい予備の強さがすごい。おお、これが昔動いてた時の。ねえ、そんなどんな感じなのかな。ちょっとまだしたことないけど、泊まる船旅みたいなのだと実際の客室がこういう感じなんだね。面白いじゃん、すごい、ね、なかなか見れるんだよね。なんか本当に昔はすごかったんだろうなっていうような盾がいっぱい置いてあります。海猿チックな見栄え。うん、すごい見て、ロープの結び方。おお、これでなかなかほどけないってやつですね。うん、ほどけないのとすぐにほどけるやつと状況に応じて使い分けるんだよ。おお、機械室だよ。船の大元的な。これはすごいぞ。ねえ、船が、うわ、マジだ。すごいですね。うわ、富山すごい。ねえ、うわ。あ、消えちゃった。急ぎですって。病室。急病人が出た時は船の中で対応しないといけない。うわすごい、医者って感じ。何ここ、超かわいいじゃん。鍵でなんかいろいろついてるよ。外が見えるよ。おお、ちゃんと食堂もあるんだな。こんだけしっかりしてたら美味しいもん食べれそうだな。おお、なんかいろいろありますね。調理場200人分。あ、本当に、うん、ライスボイラー、あれにご飯いっぱい入ってるのかな、ね、すごい、こんなにいっぱい座る場所があるくらい。まあそうだよね、200人いるんだもんね、うん、この部屋は代表がいそうなとこですね、うん、特別な感じがします。船長室だって、私室だって、プライベートで。船長どんだけいいんですか。一等航海士もいいな。ね。うん。なろうかな。はい。三等航海士の部屋、小ぶりでなんか無駄がない感じがいいね。通信調室。高級船員たちが食事をするところ。見た目がそうだもんな。事務長事務室、あ、ここはなんか難しそうな部屋だな。機関科専任教官室。はい、表です。4人で舵を回してるって。4人で舵を回すってまあ分かるぐらいでかいな、これ。めっちゃでかい舵ですわ。以上、海王丸の中身でした。海王丸パーク展望広場っていうのがあるのでちょっと行ってみます。日本海です。広い。ご飯所もあるのでご飯を食べたい人はここで食べれます。途中下車してドラえもんトラムへ乗り直します。おお、ありがとうございます。すごいね、実際の高さ。高岡駅戻りました。発車バージョン。おー、ちょっと横から撮れなかったから、この感じとてもいいね。おー、あの人形いいじゃん。これからちょっともう夕方なんでご飯食べます。ホタルイカと甘エビの酢干し、うん、イカの唐揚げ、うん、ゲソアンケス、あ、ゲソアンケス、本日のおすすめの中に入ってた、うん、
っといてよ。あ、うま。黒毛和牛の牛すじ煮込み、とろけるというより弾力があって美味しい。うん、自家製だしのお茶漬け。うん、新高岡公園にいるドラえもんたちを発見。ドラえもんの日時計です。観音様、体内に入ることができるそうなのでちょっと行ってみたいと思います。最初に入ったらすぐに神様がたくさんいらっしゃる。海王丸からご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントも待ってます。またね、バイバーイ。